現在のカントリーミュージック伝道博物館。カントリーミュージック伝道博物館は、アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルの5番街南222にある。進化し続けるカントリーミュージックの歴史と伝統を確認、維持し監修に情報提供することが目的。地方紙博物館、国際的芸術組織として機能し、ナッシュビルにとどまらず世界中のファン、学生、学者、 音楽業界関係者、一般大衆に関わらず、監修に貢献。1961年、カントリーミュージック協会は、カントリーミュージック伝道の建設を発表。11月に CMA 版3回で発表された最初の伝道入りはいずれもすでに個人となっていたジミール・ロジャース、フレッド・ローズ、ハンク・ウィリアムスの3人であった。レリーフでの3人それぞれの顔の肖像画と、 逆歴入りのブロンドの盾が制作され、アーネストタブによって、グランドオールオープリーで公開。これら及び以降の電動入り者の盾は、1967年まで、ナッシュビルのテネシー州立博物館に展示されていた。1963年、CMA は、カントリーミュージック電動博物館を、ナッシュビルのミュージックローに建設すると発表。同年テネシー州は、 博物館を管理する非営利的な組織として、カントリーミュージック財団の設立を認可。1967年4月1日、最初のカントリーミュージック殿動博物館が、ミュージックローにオープン。博物館の活動は、教育的プログラム、CMF プレス、CMF レコード、カントリーミュージック財団図書館、歴史的場所の RCA スタジオ B、ハッチショープリントなど、 2000年12月31日、ミュージックローのカントリーミュージックの電動博物館は閉館。建物は後に取り壊され、現在音楽著作権管理企業 BMI の従業員のための私有駐車場となっている。スターになる前のキャシー・マティアとトリーシャ・イアウッドは、ミュージックローにあった博物館のツアーガイドとして働いていた。2001年5月17日、 CMF は10ブロック離れナッシュビルのダウンタウンに3700万ドルを当時新しい施設を華々しくオープンさせる。2世紀にわたる変遷をカントリーミュージックの物語を語るがごとくコレクションを披露。歴史的なカントリーのビデオクリップや過去に録音された音楽、ライブ、公的プログラム、売店、レストランなどがある。新しい建物の外観はまるで アマンダ・プライスのイメージのようである。明白なのは、ピアノの鍵盤をデザインした窓。さらには、ナッシュビルで南に、2、3マイル離れた場所にある、WSM タワーの小型化されたレプリカである、ダイヤモンド型の電波塔。塔を囲んでいる丸いディスクは、カントリーミュージックが録音された異なるサイズのレコードや CD を象徴。空中から見ると、建物はえ、音記号の形である。 建物の北西の隅は50年代のキャデラックのテールフィンのように突出している。カントリーミュージックで沿道博物館は地元の建築会社、タックヒントンアーキテクツと博物館設計会社、ラルフ・アッペルバウム・アソシエイツによって設計された。カントリーミュージックで沿道博物館は米国博物館協会により公認され、博物館が最も高い標準に従い運営され、 そのコレクションを管理し、良質なサービスを市民に提供すると保証。全国に8000ある博物館のうち、わずか約750しか公認されていない。施設ができたばかりの頃、x m サテライトラジオのスタジオは、博物館の売店の中にあった。また、カントリーミュージックテレビジョンは、オープリーミルズへ移る前に、2001年に、博物館のロビーから毎日、 CMT Most Wanted Live を放送。ありがとうございます。